お疲れ様です。じゃあ GX チェーンの解説またさせていただきますね。まあこれは本当は3月にね、お話したかったんですけども、ちょっと先行して乱高下が今起きてますんで、しかも非常にね、取りやすい乱高下です。2プライスっていうんですけども、どのようにやるかっていうと、簡単ですよ。100円以下の時に買って、300円以上の時に売る。これだけです。それをやると、呼吸のようにそれがね、買い場ってのが見えて、売り場ってのが見えますんで、非常に単純でしょ？で、今日なんですけども、300円を突破したところで、売った方がいて、今は値段を下げて200円前後になってますね。で、これが、また値段を下げて100円以下になったら、仕込むわけですよ。で、これを繰り返すだけですね。まあ、非常に単純ということになっております。あとはね、本当暗号通貨の取引で難しいのは、いつでも換金できる、その取引所を探すことなんですよね。特にこういうマイナー通貨ってあるんですよ。だいたいランキングで言うとね、300位とか400位とか500位とか600位。この辺って結構扱ってる取引所ってないんですよ。で、珍しいんですよね。で、たまたま見つけたと思っても、やっぱマイナー通貨の取引手数料って高いんですよ。そうしないと、その運営がね、持たないからなんですよね。で、ある程度は引き受けてくれるんですけども、まあ結局、値上がりした高値掴みって誰もしたくないわけじゃないですか。上がった時はみんな売りたいわけなんですよね。もし値段が上がった時に買うって人がいたら、もっと上がると思ってるから買ってくれる。まあそういうことだと思うんですよ。あとはね、手数料高めに取ってバランスを取ってるってことなんですよ。まあビットコインとかイーサリアムとか XRP っていうのは流動性非常に高いんで、いつでも買えるし、いつでも売れるでしょう。うん、それはもう市場がものすごく売買に対して積極的だからですよね。まあ、有名な通貨だから、多分、暗号通貨の取引所で、ちょっと買うの待ってくださいとか、ちょっと売るの待ってくださいってところは、もう今の時代ないと思うんですよね。でも、さすがにね、100位を超えてくると、なかなかね、いつでも買いますよとか、いつでも売りますよってことにはなんないんですよね。やっぱこう、買ってくれる相手がいるからこそ、こっちが売れるわけじゃないですか。その出来高ってことについては、非常に難しい問題があります。だから GX チェーンは、まだしも、シロサイなんて通貨はね、ランキングものすごく深いでしょ。700とか800でしょ。で、値上がりした時に200位とか100位とかに躍り出てくるわけですよ。まあでも、安値で買った人ってそこそこ買ってるわけですよ。だから高くなった時って、例えばね、安値で1万円買ったら、それが100倍って言ったらね、100万円ぐらいのボリュームになってるわけですよ。それは買い手って、そんなにね、100倍になった通貨を買う人ってほとんどいないですからね。だからすぐに買い手不足になってしまうんですよね。まあ、だから爆上げして売るっていうよりも、爆上げする前に売っていかないと、本当に一番売りたい時っていうのはもうね、買い手がつかないってことになっちゃいますんで、だから暗号通貨の取引っていうのは、爆撃通貨を探すのと同じくらい、じゃあどこで売り抜けようかっていう、売る場所を探すのが難しいんですよね。しかも売る場所が見つかったところでね、それをやっぱり教えてくれる人っていないんですよ。だって独占したいじゃないですか。競争なわけですから、売りの競争ですからね。じゃあ、ここだったらいつでも売れるよってことを、やっぱり、教えてくれる人って滅多にいないと思うんで、教えるとしたら、かなりあやふやなところとかね、なんかの目論見があってのことなんですよ。だから私もね、ここがいいですよ、あれがいいですよって教えたいんですけども、それなりにリスクがあるんで、手数料が高かったり、預けた、暗号通貨がね、そのまま XRP とか、ハレオメドサザレンズに、飛んだりとかする可能性もあるんで、なかなかお伝えすることができないんですよ。かといって、大丈夫だろうってところを見つけたら、今度はね、独占したくなりますからね。うん、だからこの辺はね、ちょっとなかなか難しいですね。今のところね、インドダックスは使ってもいいんじゃないかなと思いますんで、信用も置けますし、それからいろんなマイナー通貨も取り扱ってますからね。あと、バイビットね。バイビットはいまいち信用できないんで、私はあまり使ってないんですけども、まあ、バイビットっていう名前だけは出しておきましょう。それからバイナンスね。バイナンスは私は一切使ったことないんですけども、私は個人的にお勧めしませんけども、でも今のところ大きな事故が起きてないんで、まあ、使っていいのかなっていう気がしないでもないですね。はい、じゃあ本日は以上です。